リカーブ軍はアメリカ合衆国ジョージア州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は69万1893人であり、2000年の66万5865人から3.9%増加した。軍庁所在地はリケーター市であり、同軍で人口最大の都市はアトランタ市。 ディカーブ軍は1822年にヘンリー軍、グイネット軍、ファイエット軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争で大陸軍のために戦ったドイツ軍人、ヨハンデカーブ男爵にちなんで名付けられた。軍内に残っている最古の家屋はブルックヘイブンのピーチツリー道路沿いにあるグッドウィンテであり、1831年の建設である。 1853年、リカーブ軍の西半分からフルトン軍が作られ、その中央を通るまっすぐな南北方向の線で分割された。その時まで成長しつつあったアトランタ市はリカーブ軍の中にあった。1830年代にリケーター市が鉄道の終着駅になることを望まず、リカーブ軍西部のスラッシャービル宿営地の駅が終着駅となり、それが マーサスビルとなり、さらにその設立から数年後にアトランタになったのでアトランタ市が成長した。1932年、フルトン郡の北はミルトン郡南東はキャンベル郡を吸収して大きくなった。ディカーブ郡はかつてチャタフーチー川より北まで広がっていたが、ここがミルトン郡に渡され、現在はサンディスプリングス市のパンハンドル部になっている。 南北戦争の時、アトランタの戦いの大半は、リカーブ軍で戦われた。1960年代まで、リカーブ軍は主に農業の軍だったが、アトランタ大都市圏のスプロール現象が広がり、次第に都市化されていった。1969年に完工した、ペリミーターと呼ばれる、週間高速道路285号間上路の、東半分によって、軍の北東と南の橋が囲まれ、 アトランタ市のほぼ全域とともにペリーミーターの中に入った。週刊高速道路675号線とジョージア州道400号線は当初ペリーミーターの中を接続するように計画され、またストーンマウンテンフリーウェイがモアランドアベニュー近くでダウンタウンコネクターと接続するように計画された。これが軍西部の多くの地区を潰すことになっていたが、1970年代初期の コミュニティの反対によって、この都市下の運命を免れた。ただし、提案されていた、ストーンマウンテン有料道路は後に、フリーダムパークウェイとなった。週間高速道路20号線と同85号線のみが軍内を通って完成された。1970年代に、アトランタ・マルタの高速鉄道を受け入れた二軍の一つになった。現在は東行きと、 北東行きの路線がある。1986年、ジョージア州議会のリカーブ軍代表が、軍の選挙で選ばれる役人の長である、主席執行役員を創設した。この地位を承認した、地方議会は、州内159軍の大半が、軍政委員会を標準とするか、一部が、単一コミッショナー方式を残している中でユニークになった。 この立法の結果、軍の従業員すべてが、日々の運営について、軍政委員ではなく、主席執行役員に報告することになった。主席執行役員は7人の委員による、軍政委員会の議長となるが、賛否同数の場合以外は投票しない。2008年、ジョージア州議会はこの法を修正し、リカーブ軍コミッショナー理事会に、軍政委員会を主催し、 委員会の議題を設定する権限を与えた。出席執行役員が賛否同数の場合以外に投票するのは変わっていない。軍政委員会は5人が小選挙区から選出され、2人は軍を2つに分けた選挙区から選出される。アメリカ合衆国会議員の選挙では2006年、2008年、2010年の選挙で区割りを見直した選挙区が有効となった。 リカーブ軍は、州内で唯一4つの選挙区に分かれている軍である。地理的に軍の大半は第4区に入り、西部が第5区、北部が第6区、南西部隅が第13区に入っている。疾病対策予防センター本部、CDP ドルイドヒルズにあるエモリー大学から見る、疾病対策予防センターが、軍内未編入領域の CDP ドルイドヒルズに本部を置いている。 ジョージア州共生所のメトロ州立刑務所が、軍内未編入領域にある。ここには、女性死刑囚が収監されている。ブルックヘイブンのディカーブ軍消防車ディカーブ軍の未編入領域は、ディカーブ軍警察署と令状を発行し、裁判所と軍監獄の安全確保の責任がある、ディカーブ軍保安官事務所、及びディカーブ連邦保安官事務所が警察を担当している。 消防と救急活動は、軍全体を通じて、リカーブ軍消防救急部が担当している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は270.91平方マイルであり、このうち陸地268.21平方マイル、水域は2.70平方マイルで、水域率は1.00%である。軍内をサウス側や、南ンシークリーク、 スナップフィンガー・クリーク、ピーチツリー、クリークの西流など多くのクリークが流れている。ピーチツリー・クリークとナンシー・クリークは、チャタフュージー側に注ぎ、最後は、メキシコ湾に流れる。サウス側は、奥ルギー側に注ぎ、最後は、大西洋に流れる。ストーン山が、軍島軍境近くにある。ソープストーン山地が、南軍境に並行して走り、 紀元前1400年から100年の間に石が大量に切り出され、ソープストーンで作られた人工物がはるか離れた五大湖地方でも見つかっている。周回高速道路、アメリカ国道ジョージア修道群内の主要雇用主には次のものがある。メキシコアトランタ総領事館が CDP のノースドルイドヒルズにある。グアテマラアトランタ総領事館が CDP のノースアトランタにある。 ペルーアトランタ総領事館が軍内の未編入領域にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。リカーブ軍の一部でアトランタ市やリケーター市に入っていないところはリカーブ軍教育システムが管轄している。アトランタ市にはアトランタ公共教育学区、リケーター市はリケーター市教育学区がある。2012年12月17日、南部カレッジ。 学校協会がリカーブ軍教育システムの評価を助言が必要から観察が必要に落とし、その認定がなくなる可能性があると警告した。軍内の私立学校には次のものがある。日系私立の声楽院アトランタ国際学校は、開学の1990年から2003年までブルックヘイブンのオグルソープ大学敷地にあった。 現在はグイネット軍の旧ロマニアンファースト、バプティスト教会敷地に移転した。エモリー大学ディカーブ軍公共図書館には、軍内22カ所の支書があり、今後も3カ所の追加が予定されている。ありがとうございます。